はい、今ねどこにいるかというとね、タイの、パタヤにいます。パタヤのバスターミナル、バスターミナル2つあるんだけどね、実際とかね、まあ、基本的にはバンコク行きっていうのはこちらのバスターミナルを利用するんだけど、バンコク行きのバスターミナル、バンコクでもね、3つバスターミナルがあります。その中で、まあ、エカマイが一番中心街に近いということで、エカマイ利用することが多いと思うんですよね。でこういう感じで今待ってます。で初めて行く方ね、まあ、このチャンネル見てるかパタヤを結構見てる方多いと思うんだけど、そこのエカマイ東バスターミナル、真ん中がモチートということで12時40分で、サーザンバスターミナル13時ということで、エカマイに関しては大体10分に1回ぐらい出てますということで、なんかさっきの車に比べたら古いですね。さっきもうちょっと新しかったね、そのベンツの古い、やつということで、それで10分に1回ぐらい出てるんでね、今からちょっと乗り込むところですけど、これが、まあ、待ち合いですね。待ってます。まあ、こんな感じで待ってて、今から乗り込むところなんだけど、まあこれで119バーツなんで、安いですということで、ちょっと今からで荷物に関しては預けるとこ分かるんで、大きな荷物持ってればね預けて、で一応貴重品は中に持ってた方がいいかなって感じします。なので、まあ皆さんがホテルどこ泊まるかによって、モチートに行く方は、まあサウザンターミナル、南バスターミナルあんまないと思うんだけどね、モチート北バスターミナル近くとかね、もし空港だったら北バスターミナルのモチートの方がいいですね。はい、ということで、これがパタヤのバスターミナルね、パタヤ15回目ぐらいですけど、ご紹介させていただきました。